の戦で勝家殿は敵からも恐れられて何のことはない、あれは殿のお箱が出ましたな。人間50年下天のうちを比べれば夢幻のごとくなり。美濃の平定大義である。今宵は宵へ。わしは稲葉山の名を岐阜に改め、新たな拠点とし天下取りに乗り出す。さすがは我が殿。おい座って。おい、ははであれば、これを機に我らにも新たな名乗りをお許しください。シャシャリ出よって二のほどわきまえ。藤吉郎の吉、秀千代の秀で、義秀、二人で一つの名を。許す。ただし、名は秀吉とせよ。二人で一つの名とは、古今例がない。他に類を見ぬ働きが、お主ら二人であればできよう。まさに仁王のようにな。もはや藤吉郎は撃たれたと見るが妥当。これで乱れに霊石を用いる者はいなくなりますな。奴は霊石を用いて調和を乱す男、そう踏んだが手間が省けた。引くぞ利光。Oh!
よし、時は十分稼げた。俺たちも逃げよう。こっちよ、ついてきて。無名殿は先に様子見に行かれました。私はここで藤吉郎殿と小六殿の到着を待ちましょう。秀千代殿はどうぞ先へ、無名殿の後を追ってください。無名が言うにはこの先に行けば安全に敵から逃れられるそうじゃ。無名にゆかりのある土地のようじゃが、森の中から嫌な気配を感じますの。あやかしも潜んでおるじゃろうじゃ。くれぐれも気をつけてのう。
この先追ってもおりましょう。Thank you.
るな。
その笑い声は、坊やなのかい。
長政めが、信長様は裏切り者を許しはせんぞ。早くソハヤの里へ振り向かないで。ずいぶん遅かったわね。途中で死んだのかと思った。鳥みたいな赤目を見た。先回りしてるみたい。この先も気を抜かないで。これは殲滅よ。Thank you.
Eventually. やっぱりその小刀は幼い私を拾って育てたのはソハヤ州規定を守り、あやかしを借り続けてきた。ソハヤの刀が光を取り戻すとき、常闇を払い、亡者を清めると聞く。
この手に残されていた唾が輝く道筋をようやく示した。みんな成仏できたみたい。おーい、な、松永男児を久秀、信長様の道案内に参じよう。ついでに家康殿へも加勢を求める早馬を。柄にもない真似を。あれはお味方ですから。しんがりが追いついたぞ。秀吉め、ね、